はいみなさん、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。前回、プリムのカラーコレクションのかぎ針ご紹介させていただいたんですけど、同じくカラーコレクションで5本針があります。で、この5本針20センチの5本入りで、サイズが2.5,3.0,3.5,4ということで、それぞれ色はこちらと同じですね。で、あの、こちらのかぎ針に含まれている5はこちらには含まれてなくて4種類になります。 であのサイズによって同じ色を使っているという話を前回したんですけどプリムはあのこのカラーにおいてあのあエルゴノミクスもそうですし、えー、ソフトグリップもそうなんですけどあの同じカラーコードを使っているので色を見ていただければ間違うことがないのでプリムで揃えて使ってらっしゃる方はプリムで揃えて使われるとあのこれで編んでるからこのかぎ針っていうふうにこれだからこれっていうふうにあの間違わずに 必要なサイズをすぐに取ることができるので、セット使いをおすすめしております。で、あの、前回はかぎ針をなさる方向けに、このかぎ針をご紹介させていただいたんですけど、これ以外にも輪針がありまして、それまたご紹介させていただきますけれども、こちらの5本針ですね。この5本針におきましては、えー、っと、そうそう、この、 帽子とか、靴下とか、ちょっと小さめの筒のものを編まれるときに、あの、使いやすい。あるいは、まあ、最終的に、こう、帽子とか最後のところ、あの、輪針で編んできたけど、最後は5本針でっていうときに、まあ、編みやすいかなということだったり、あとは20センチあるので、ちょっと練習でね、小さな編み目を練習するときに使うのと、まあ、便利かなという感じですね。で、針先は、やっぱりプリムは、あの、自信がありますので、あの、針の針先、 ええと、こちらのケイト用針でも思ったんですけど、あの、針先すごく入れやすくて、形が綺麗、テーパーになってて、あの、丸みがなくてテーパーなので、スッと入って入れやすいっていうのであるので、こちらもかなり期待しています。ということで、ちょっと中を見ていきたいと思います。 こちらでもご紹介したんですけどこちらの5本針セットもあの限定セットこのカラー限定セットで単品ではカラーで買えないということなのであのセット買いという形になりますその点だけあらかじめご了承くださいはい針先ですねこのような形になっております5本で、はいえー、特徴としてはあの針の先が少し丸くなってさらに尖っている形になるので かなり入れやすいんじゃないかなというふうに思います。輪ゴムで止まってますね。<laughs> ちょっと出してみます。かぎ針で三点五ミリでご紹介してますので、こちらも三点五ミリでご紹介させていただきますけれども、はい、針先このような形になっているのと、触り心地ですね。本当にあのちょっとひんやりとして冷たいんですけど。 あの、適度な重厚感があります。ペラペラではない。あの、鍵針の時にもお話ししたんですけど、若干鍵針重かったんですよ。あの、似たようなこういうカラーものに比べて、ちょっと重かったで。そういうのがあって、で、あの、これも多分ちょっと重いんだと思うんですけど、これ、サイズ刻印あるのかな 多分、サイズの刻印ないですね。サイズの刻印がないので、やっぱりカラーで分けられてるのかなという感じがします。サイズの刻印があれば、あの、こう見ていただいたら、ね、間違わないと思うんですけど、まあ、たい慣れてきたら、この太さだったらこれぐらいかなっていうのはお分かりになるとは思うんですけれども、はい、サイズの刻印がないので、このプリムで揃える場合には、色を覚えていただく。 っていうのが一番重要事項かなというふうに思います。で、パッケージが、この、あの、箱が、えっ、ー、と、保管、箱でサイズこのように、あの、元に戻せますので、ちょっとこの輪ゴムがあんまり綺麗じゃないけど、いけるかな戻したいな。戻ってほしいなと思いつつ、 ね、はいこんな感じですねちょっと一旦何か編んでみたいなという気はするんですけれどもちょっとお待ちくださいはいちょっとねあのメリアサミ編,編んでますけどあの糸離れがいいですね私今まで安いのしか使ってないじゃないですかだから初めて今 まともなのを使ってるんですけどあの竹とかしか持ってなかったんでメーカーものは竹だとちょっとやっぱり私編みにくいなと思うことがあって糸にもよるんだと思うのでまたね竹がいいと思う糸と合うかもしれないんですけど感覚的にはこのちょっとやっぱり重み,が重みはありますよね重みはあるけどすごく心地いい重みっていうか。 すごく編みやすいですねこの後の糸滑りがすごくいいんです糸離れがいいって言うんですかこれがすごくいいのでちょっとあの輪針も買ったんですけど輪針も使うの楽しみになるぐらい、はい、マジックループでいろいろ編めるようになったらいいなと思ってるんですけど で基本的にはあの私やっぱり色でね分かれてるのが好きなんですよね。なんでかっていうとやっぱり同じね色だと間違っちゃうところはあると思うんですよ。なので色で分かれてるとすごく助かる。ちょっとした違いあまりに違うと分かるけどちょっとした 0.5mm の違いは私の目ではちょっと分からない網目を見ただけでは分からない時があるので。 そういうい時にねやっぱり色って覚えてるといいなというふうに思いますねはいこんな感じですねただの <laughs> メリアスサミなんですけど 編みやすいですね。多分これは糸があの針に対して細いんだと思うんですけど、それでも編みやすいなと思ったんで、編みやすいんだと思います。はい。ということで、ちょっとあのー、感激でした。<laughs> 編みやすい。なんかやっぱり、私前からプリム気になってましたけど、やっぱりっていう感じ。はい。まあそういう感じでね、試し編みもさせてもらったんですけど、やっぱりね、あのー、思ったのは、 まあ、私、メーカーものじゃないものから入った私が言うんで、まあ、信用していただけるんじゃないかなと思うんですけど、メーカーものはやっぱりいいですよね。<laughs> ということで、えっ、ー、と、このプリムの輪針もまた楽しみだし、あの、他のメーカーのものも扱ってるので,で、それもちょっと楽しみになりましたね。ということで、あの、一番最初のボー、えー、ボーバリはプリムでしたけど、はい、結構、 感激いたしました。ということでこちらえ5本ずつ20センチの4セット4サイズセットです。でえー、っと同じようにまあ、かぎ針とセットで。 使いたいなという方には、こちらのぎ針シリーズもありますので、そちらも合わせて、まあ、あのご検討いただいてもいいかなというふうに思います。まあ、皆さん気になってらっしゃると思うんですけど、和針の方もまたご説明したいと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.